大安室江戸川乱歩前回の続きからです覗かせると言って一体何を覗かせるつもりであろうと私たちはキーの缶に打たれたがそれを知り目に大曽根は つかつかと洞窟の一方の隅へ歩いて行きそこに壁に向かって身動きもせずたずんでいた一人の同仮面の男に呼びかけた「君この人たちにそれをのぞかせるんだから目印になるものを見せないように円形でなく地面に近いやつをうんと下の方へ向けてくれたまえ人の歩いているところ自動車や電車の通るところが分かればいいんだ」。 見れば壁の方を向いて佇たずんでいる男の目の前に天井の岩肌から5本の太い金属の筒が下がっている男は最前からこの金属筒の一つの先端に目を当てていたのだ大曽根のいわゆる監視庁なのであろう彼は狩猟の命を受けて無言のままその一つの 金属刀をしきりと操作している様子であったがやがて方向が定まったのか静かに23歩歩いてうやうやしく狩猟に一礼した大曽根は自ら金属刀の下端に目を当てて覗いてみた上で「よろしいこれなら大丈夫ださあ諸君順番に覗いてみたまえ」。 と私たちを促すのであった先頭に立っていた私が第一にそこに目を当てたが想像していた通り潜光艇の潜望鏡と同じ装置ののぞき眼鏡であった眼界にはどことも知れぬ大通りの地面ばかりが見えている地面はアスファルトらしいそこに腰から下の にぎやかな人通りがある洋服のズボン和服の裾靴下駄造りさまざまであるその人道の向こうに車道があって走って行く自転車や自動車の下半分が見えるそのもう一つ向こうには銀色のレールが光り 電車らしいものの車輪の部分だけがやっと視界に入ってくる覗いたと思うともう私の肩に大袖の手がかかっていた一秒にもたらぬ瞬間である引き離されるままに次のものに変わるとそれもたちまち引き離され瞬たたくうちに六人のものが覗き終わってしまった。 どうですこれでも東京の地底でないと言いますかテレビジョンはあんなに明瞭な像を映すほど発達していないし映画でないことは無論一目でわかるはずです。と言って潜望鏡が1兆も2兆も伸びるわけはないつまり我々の今いるところは大都会の地面のすぐ下であるということがこれで確証されたわけですねそれともまだ疑念がありますか 大曽根の言葉に誰も答えるものはなかったあまりのことに恋も出ないのだもはや一点の疑うところもない悪魔の大暗室は我々の都会の真下に六雲のような醜い触手を広げているのだああ何ということだこれが悪夢でも狂人の幻想でもないとは 念のために申しておきますがね、この仙望鏡の先が地面から突き出しているなどと考えて、それを探し回ってもダメですよ。僕がそんな馬鹿な手抜かりをするはずがないからです。仙望鏡は無論地面よりも高い場所に装置してあります。しかしそれは決して、一目でそれとわかるような形はしていないのです。おそらく諸君が東京中を一年探し回ったって、 それを発見する「ことはできますますい。ここへの入り口も同じことです。その入り口は決して地上の人々はそれを発見することはできません。全警察力をもってしてもいかなる名探偵の手話をもってしても。」「改青年は公然としてとどめを刺すように言い放ったがやがてニヤニヤと薄気味悪く笑いながら」 誤長を変えて続けたそれで僕のダイアン室がどんなものであるかあらましお分かりになったでしょうどうか諸君の礼室で十分世間に伝えてくださいただそのためにこうしてご招待したのですからねではこれでお別れといたしましょう諸君のご健康を祈ります 無論諸君を無事に地上の世間までお送りしますがこの国の秘密を保つためにお気の毒ながらもう一度諸君の意識をお預かりしますしかし今度は紅茶やタバコには及びませんちょっと注射を一本だけ言い終わって壁のボタンを押すとあらかじめ命じてあったものと見えすぐさま他の暗室から一人の同仮面が手に注射器と 消毒面を持って現れた。待ってください。もう一つだけお尋ねしたいことがあります。同僚の一人が何を思ったのか、慌ただしく大園に声をかけた。他でもありません。君が誘拐しようとして失敗した花火シランコのことです。まさか君はあの失敗を、 そのままにしておく気ではないでしょうねまたもう一度誘拐をくわたてるつもりでしょうねするとラケのアドニスはにっこり笑いながらさも自信ありげに答えるのであったおおよく尋ねてくだすったついでにそれも諸君の筆を通じて世間に伝えておいていただきましょう無論花火しらんは地底王国のものです 僕は必ず彼女を虜にしてみせます。期限を切ってもよろしい。今日から10日の間に必ずこの目的を達してご覧に入れる渦巻きの賊は再び地上に現れるのです。かくして私たちの大安室訪問は終わりを告げた。二の腕に注射針の痛みを感じると間もなく。 私たちは再び意識を失ったそして何時間かの後6人は芝浦埋め立て地の草原の上で悪夢から覚めたように目を覚ました互いに青ざめた顔を見交わす私たちのはるか彼方、朝もやにかすむ大東京南端のイラカの上に真っ赤な太陽が 思いなしか機械の渦巻きを描きながら雲間を破ってまぶしく現れるのを見たのである「魔界見聞記」は以上で終わっている隠していよいよ正義の騎士と魔界の鬼との最後の戦いは始まろうとする大東京の市民は爆発の予報に昼となく夜となく 全身に油汗の滲む大恐怖のただ中に置かれている有明智之助と来栖老人とは果たしてこの大爆発を未然に防ぎ人類の敵をほふって父子二体の恨みを報い正義の害化をそうすることができるであろうか機械な広告気球 「さて」とか「六大新聞」に「大安室の驚くべき見聞記」が掲載され市民をメモクラム恐怖の渦に巻き込んだその翌日午後4時ごろのことである一人の異様な覆面の人物が警視庁刑事部長室を訪れたその人物はネズミ色の背広。 ネズミ色のオーバーを着てネズミ色のソフトをまぶかくかぶった痩せ型の老紳士であったがなぜか同じネズミ色の仮面のようなもので顔全体を覆い隠していた受付の係員はその異様な姿に目を丸くしたが老紳士が無言で差し出した紹介の名刺には「元警視総監」 貴族院議員 Y 氏の名が印刷され紹介文の下に「実印」まで押してあったので怪しみながらもともかく刑事部長にこのしを通じる他はなかった。刑事部長大谷氏はその名刺を一目見ると Y 氏の自筆に違いないことが分かったし紹介文の文句に重大な意味が含まれていたので早速街道陣を「 自室に通させることにした老紳士は部屋の外で帽子と街灯を脱いで入ってきたが見れば異様な覆面はそのままである頭巾のようなものが頭部を包んでその前に顔全体を覆い隠すネズミらしゃが垂れその目の部分だけがくりぬいてあるのだ王や部長はこの無作法な侵入者をうさんらしく じろじろと眺めながらやや激しい口調で尋ねた。あなたがクルスさんですね。その覆面はどうなすったのです。私はこういう初対面の礼儀は初めてだが。なぜ覆面を取らぬとおっしゃるのですか。それは私は顔がないからです。え、顔がないとは。 <laughs> いや驚かせしてすみません顔がないという意味は老心氏は言いながら刑事部長の前に近づいてネズミ色の覆面をひょいとまくってみせたまくったかと思うとすぐまた元の通りに顔を覆い隠したがその一瞬間に見えたものは人間の顔ではなくて一個のドクロであった まん丸に開いた眼下洞窟のような鼻の跡唇というもののないむき出しの長い白場、ああ顔がないと言ったのも無理ではないことに慣れた刑事部長もこの不意打ちにはあっと驚かないではいられなかった顔色を変えてたじたじと後じさりしたほどであった ですからこれはこのままの方がお互いにお話がしやすいというものです。怪我ですね火事にお会いになったのですかそうです。大曽根隆女の父親のためにこんな目に遭わされたのです。え大曽根のそうです。その名刺にも書いてあります通り、わしはその大曽根の件について、 重大なご相談があってお伺いしたのです。老人氏はそう言って手短に大曽根隆二に対する父子二代にわたる怨念について物語った「老人氏が有明智之助の後ろて、来栖左門老人であることは言うまでもない」聞き終わって大谷刑事部長は深くうなずきながら そのことは私も耳にししておりました。有明男爵の維持友之助という人が大曽根の悪事を妨げるためにいろいろ苦労していられるということも知らぬではありません慰め顔に行ってまだ立ったままの老紳士に椅子を勧めるのであった。で警視庁ではあいつを逮捕するについて。 何か確かなご方針でも立っているのでしょうかクルス老人が尋ねると部長は苦い顔をしてあなただから打ち明けて申しますが実は我々も非常に弱っているのです六人の新聞記者も昨日ここは読んで十分調べてみましたけれど手がかりというものが全くないいわゆる大案室の出入り口がどこにあるのか それが少しもわからないのです。多分、そんなことではないかと思ったのでこうしてわざわざやってきたのですが大家さん地底の秘密を探るためには我々は空へ登ってみなければなりますまいてえ空へですってそうです空へ登るのです。海老人は、 何かしら途方もないことを言い出したのである詳しく説明してくださいまんざら狂人のたわごととも思われぬので部長は真面目に先を流したそれを説明するためにはわしが昨日の夕方から今朝にかけてどういうことをやってきたかを申し上げないとよく分からぬのですが大家さん わしはあんた方が全く見逃してしまわれた一つの手がかりを幸いにつかむことができたのです。6人の新聞記者は何も知らなかったのではないたった一つある重大なことを知っていたのです。といいますと刑事部長は信じがたいという顔つきで不気味なネズミ色の覆面を見つめた。 わしは昨日の夕方あの六人を片っ端から訪ねて歩いて妙な問答をしましたのじゃ。わしはまずその一人一人に例のダイアン室の潜望鏡から覗いた景色をできるだけ詳しく思い出してくれと頼みました。なぜと問うして我々がもしてがかりをつかむことができるとすればあの潜望鏡の景色のほかには何もないからです。 いやそれなればこちらでも十分調べましたよしかし記者諸君はただ通り過ぎる人の足と乗り物の車輪を見ただけで場所の手がかりになるようなものは何一つ記憶していなかったのです部長がやや失望の色を浮かべて言いかかるのを老人は手で制して「一応はおっしゃる通りでしたあの人たちは」 目印になるようなものを全く記憶していないというのです。しかしわしは諦めませんでした。熱心のたまものです。わしは何もないところから何かを手繰り出そうとして執念深く問答を繰り返しました。あの人たちの目を見逃していても心がとらえている何かがあるに違いない。なくてはならないと。 わしは固く信じていたのです。「もう一度その潜望鏡を覗いた時と同じ気持ちになってください。目を塞いでその時眼鏡で見た景色を思い出してください。じーっと心を静めてまぶたの裏に浮き上がってくる景色を見つめてくださいと。わしはもう狂人のようにお願いしましたのじゃ。 4人目まではいくら頼んでみても何の反応も現れませんでしたが5人目に尋ねた N 新聞社の北川くんが目をつむって考え込んでいるうちにふと大変なことを思い出してくれたのですちょうど北川くんが覗いていた時旋望鏡の中を通り過ぎた1台の自動車があったのです。 北川君はその自動車の後部を見たと言いました。とすれば、たとえ読まなかったにしろ、自動車番号の白い数字を見たことは確かではありませんか。え、大家さん、わしはそれを聞いて飛び上がるほど嬉しかったのですよ。そこでわしは北川君に、もっと心の中を覗き込んでくれと頼みました。その闇の中から浮き出してくる数字を読んでくれと頼みました。 北川君も興味を感じたと見えて熱心に名目を続けてくれましたまるで座禅です無念無想になって心の底から起き上がってくるのを待つのですそうしているうちに北川君は闇の中からおぼろげに白い数字が現れてきたと言いました初めは1だその次は5だというようにして 長い間かかって、やっと1、一、五、二、六、ゼロという全体の数字がわかりました。おお、自動車番号がわかりましたか。刑事部長は、管理隊だというおももちで、老人の熱弁に相槌を打った。